はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日はですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP ですね、この主要3通貨の総分析をですね、合わせてやっていきたいと思います。今日が2020年の9月の25日金曜日ということで、今週はですね、早かったですね。はい、で皆さんお気づきの方もですね、いらっしゃると思うんですけれども、昨日の動画からですね、オープニングムービーちょっと変えていっています。復刻しているんですね。で、今日のオープニングに使ったムービーはですね、本当に僕がチャンネル登録者2000人とか3000人ぐらいだったと思うんですけども、そのあたりで、使っていたムービーになっております。まあ僕自身もですね、こう設定しながらね、懐かしいなと思いながら設定したわけですけれども、まあ昔からですね、見ていただいている方は懐かしさがわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。で、今日の動画はですね、ビットコインとイーサリアムと XRP で直近のところですね、若干こう反発しましたね。で、昨日言っていたポイントよりも抜けられてしまいました。そこに関してはですね、本当にね、僕の力不足で申し訳ないなと思っているんですけども、まあ抜かれたからといって諦めるのではなくて、その意識されていたポイントを抜かれた後にどういう戦略を作っていくのかっていうところもですね、実践の場では非常に大事なところになってきますので、今日はそのあたりをですね、やっていきたいなと思っております。で、その前にですね、注目のニュースがありまして、中国の動向がちょっと気になるっていうね、そういうニュースがありますので、そちらもですね、紹介した上で、チャート分析に入っていこうかなというふうに思っております。一点お知らせでですね、最近やっぱりね、この仮想通貨市場、盛り上がってきている中でですね、おすすめの取引所を教えてくれっていうね、お声をたくさんいただいております。で、まあ以前の動画からですね、見ていただいている方はお分かりだと思いますけれども、海外口座ではですね、やっぱり100倍レバレッジと追い証なしっていうところがですね、各まあ取引所共通した、まあ、特徴になっているわけなんですけれども、その中でもですね、オーバービットさんっていうところに関してはですね、デモトレードができるわけですね。なので海外初めてだっていう方に関してはですね、まずはデモトレード、オーバービットさんのデモトレードで、練習してから本口座、リアル口座に移行していくっていうことがですね、非常に、有用になると思いますので、一応このリンクからですね、下の概要欄のリンクから登録してくれた方はですね、いろいろボーナスをつくようにね、CEO のチーさんがですね、設定していただいておりますので、まあ、もしご興味ある方はですね、下のリンクからチェックしていただければというふうに思います。それではですね、まずは注目のニュースの方からですね、やっていきたいと思います。はい、こちらですね、コインポストさんのニュースを引用させていただきますけれども、見出しがですね、中国官報が、異例の報道、仮想通貨は今年最もパフォーマンスに優れた資産だということをですね、報道したということで、これは中国にとってはですね、本当に、異例な報道になっているわけですね。中国の主要公式メディアが暗号資産、仮想通貨市場の強気相場について報じたことが確認されたと、仮想通貨の取引を全面禁止する国としては異例となるメディア露出だということで、まあ、大きな話題を呼んでいるわけですね。で、まあ、具体的にはですね、中国のまあ各ね、大きな新聞、国営の新聞がですね、報じたわけなんですけども、内容に関してはですね、ブルームバーグの仮想通貨指数をですね、引用して、ブルームバーグが報じた仮想通貨の全体パフォーマンスが、株やゴールドや債券よりも年初来の上昇幅を超えていたことなど、幅広く取り上げたということですね。で、やっぱりこの報道を受けてですね、まあ、各界、著名な方がですね、その動機や理由がね、理解しがたいというふうなことをですね、言っているということで、国内ではですね、為替市場へのコントロールを強化しているため、仮想通貨を間接的に宣伝することは本末転倒だというふうに言っていたりとか、あとまあデジタル人民元のですね、普及の件がまあ話題になっていますけれども、わざわざそれに伴ってですね、仮想通貨を伝える必要もないだろうということで、やっぱり理由がわからないというふうなですね、ことになっております。で、一方でですね、そういった中で、中国国内ではですね、OTC 取引業者で銀行口座凍結された事例があるということで、まあかなりですね、この厳格な対策を取られているわけなんですよね。こういった状況に置かれている中国で政府が運営するメディアがですね、なぜ仮想通貨の大盛況を報じたのか、ますます不思議だということで締めくくられております。まあただただね、謎なことが多いんですけれども、やっぱりですね、注目なのは中国の政府系新聞が、3社ですね、これ参考消息って読むのですかね、ちょっとよく分かりませんけど、この新聞なんかとか、あと、まあ、新華社っていうのは結構有名ですよね。それから CCTV2、これテレビだそうですけれども、もうこういうですね、各媒体が仮想通貨市場のパフォーマンスのいい資産ということをですね、報じたということで、これは何か意図がないと当然やらないわけですよね。じゃあどういった意図があるのか、全面禁止を解除していくのかどうかとかね、そういったところも憶測として呼んでいくということで、まあ中国がですね、全面回帰になるっていう、もしね、ことになれば、当然ですね、仮想通貨市場にも相当なですね、資金が流れてきたりとか、まあ、高ファンダになることは間違いないので、やはりこのあたりのですね、ニュースっていうのは、まあ、注目しておく必要があるかな、というふうに思っております。これがですね、中国の、まあ、ちょっとね、気になるニュースということで、取り上げさせていただきました。それではですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。
はい、まずはですねビットコインの4時間足からいきたいと思います。今の価格、今の時刻ですね、すみません、今の時刻が20時1分で、今のビットコインの価格が1,588ドルということで、日本円でいうと1,160,000円ぐらいのところを推移している状況です。昨日の動画ではですね、ここの下落の平行チャンネルを意識されるということをですね言っていました。でちょうどですねここの1,500のところでうろちょろしていましたので、まあ、ここを抜けて、一旦ですねここの平行チャンネルの上のねラインまで行った後にもう落ちてくるんじゃないかっていう風なですね、まあこういったまあ考えをですね持っていたんですけども、ちょっとですね、まあ、想定以上に、上げてしまいましたね。勢いよくまあ上げていきまして、ここの意識されていたですね1,500は当然のことながら、長期の移動平均線やこの平行チャンネルまでもですね、上に抜けてきたと。で一旦ですねこれ1,800ですね、1,800のラインで押し返されて、今帰ってきているという状況になっております。でやっぱりビットコインのですねこの強気、ちょっとね理由はよくわかりませんけれども、まあ、この今回ですね抜けたポイントが非常にね、強いポイントだったということで、どういった、ポイントだったかというと、まあ、1,500に関してはですね直近のところで押さえつけられていた、しかもですね、まあ、以前の相場でもね意識されていたラインになりますので、まあ、ここを抜けたっていうのはシンプルに、強いということがですね判断されるわけですけれども、それプラスやっぱりねこの短期の移動平均線や長期の移動平均線もですね抜けた、あとはですねここのまあ下落の、トレンドラインですね、ここも抜けて、まあ戻してきているということで、これがですね非常に大きな意味を持つんじゃないかなと思っています。まあ、直近のところにおいてはですね、1,500だったりとか各種移動平均線すべて上に背負っていた状態だったので、まあこれを上に抜くのはかなりね強力な力がいるでしょうというのはですね言ったところだったんですけども、そこを抜けてきたということは、まあ非常にですね強い上昇圧力があったということで、まあそこからですね一旦戻してきているわけですけれども、まあこうなると今度はね、まあ、そういったね各種意識されていたラインを今度はサポートラインに変えて、まあ上に上がっていくんじゃないかっていう風なですね戦略を立てるのがまあ一般的ですよね。で直近のところにおいてはですね、まあそのセオリーというかその考え方で戦略立てていっていいんじゃないかなと思います。まあただちょっとね明確なトレンドが出たわけではないので、まあ不安な方はですね、まあ積極的にやっていくポイントではないにしろですね、こういった意識されていたこのあたりのラインを抜けて戻したところっていうのはやっぱり押し目買いのチャンスということで、当然ねロングも入ってくると思います。ここですね1,500付近の、買い板がですね厚くなっています。まあ1,500よりちょっと下のラインですね、1,450とかで、狙われていますけれども、ここでやっぱりねロングに入ってきて一旦は上昇するんじゃないかなというふうにね、見えるわけですね。でじゃあどこまで行くかというところに関してはですね、まあ1,800とか、1,900とか、まあ1,900まで行くかどうかわかりませんけれども、まあこのあたりのですねラインまでは、直近上昇しそうな感じはしますよね。このデコボードを見てもですね、1,900,850っていうね、このあたりのラインが、まあ次のポイントとしてですね、意識されている。まあ直近のところで1,650も結構ね、厚くなっていますので、ここ直近のところでですね、バトルはあると思うんですけども、そういったところバトルに勝った後はですね、まあすんなり1,850とか1,900までは、スッとね、上昇してくるような相場になると思います。直近のところね、やっぱりここの、1,500の付近、550とかの付近で、サポートされるかどうかっていうところは直近ね、非常に大事になってくると思いますので、そこを起点としたロングの戦略っていうのはですねありかなというふうに思っています。まあただですねここの下落の平行チャンネル、こういうふうにですね引き直さないといけない状況にはなってきたわけですけれども、まあこう引き直した時にですね今まあ高値は作っているのは間違いないですので、この平行チャンネルの中での値動きということであれば、やはりここのですね下落で1,200ぐらいまで落ちてくるっていう可能性もですね十分考えられます。今あくまでね中期的には下落トレンドなので、まあロングに入っていく戦略であればこういうふうな戦略で立てていけばいいとは思うんですけれども、やはりここの下落トレンドラインが意識されるのであれば、まだまだね、中期的には下目線になるっていうところはですねしっかり、抑えておきたいポイントかなというふうに思っております。まあ不安な方、初心者の方はですね今は積極的に入る相場ではないと思いますので、静観しながらいろんな戦略を立てていくっていうところをですね、意識していただければというふうに思います。それでは続いてイーサリアムの方を見ていきたいと思います。はい、こちらですねイーサリアムの4時間足ですね、今の価格が339ドルということで、日本円で言うと 35,600円ぐらいのところを推移している状況です。こちら画面に映しているのはイーサリアムのですねトレーディングビューに投稿した内容になりますけれども、まあイーサリアムのですね値動きに関してはもう少しね逆に上昇してくるかなと思ったんですけれども、まあそれ以上ね上げることができずにですねまた下げてきているという状況になっております。
まあ、イーサリアムのですね、このテクニカル、直近のところのですね、チャート形状とか勢い見ますと、やはりね、そんなに強くないと、まだまだね、これ下落トレンドラインは上に背負っているし、中長期の移動平均線も上だし、376ドルのこの意識された水平線も上だしということで、直近のところにおいてはですね、まだまだ下かなというふうに思っています。昨日の動画でちょっとね言ったかもしれませんけれども、やはりここでね押さえつけられて、最後ねディセンディングトライアングルみたいな形になって一気に下に抜けるとかね、そういう展開もですね予想されますので、まあ、今からの下落に関してはしっかりね316ドルまで落ちてくるかどうかで、そこを抜けるかどうかっていうところが鍵になってくるかなというふうに思っています。イーサリアムに関してはまだまだ下ですね。はい、まだ買っていく局面ではないと思いますので、316までは少なくとも待ってですね、そこを抜けてからは、まあ、本当に250とかね、もしくは210とか200ドルの前半ぐらいまでですね落ちていく可能性も、当然ありますので、直近のところはまだまだね様子を見た方がいいと思います。まだ方向感出ていませんので、上にも下にも行けないっていう展開続いていますので、もう一歩遅らせてですね、しっかり相場動いたのを見てから入っていくということをですね意識していただければというふうに思います。個人的な感覚としてはまだまだ、ね、下目線が続くんじゃないかなというふうに見ております。それでは最後にですね XRP の方見ていきたいと思います。はい、こちらですね XRP4 時間足になっております。今の価格が23セントちょうどぐらいのところですね、日本円でいうと 24.2 円ぐらいのところを推移しております。XRP に関してはですね、以前の XRP 特集のね、動画をぜひね参考にしていただければと思うんですけども、そのあたりですね、多分23セントぐらいで動いていたのかな、ちょっと忘れましたけれども、多分ですねここの22セント付近まで落ちてくるでしょうっていうところはね、言っていたかと思います。ここまで落ちてきた時にここでね、分割してた分の、まあ、一部をですね足していこうと、で、平均取得単価下げようみたいな戦略を立てておいたと思うんですけども、まあそこがですね今のところはハマっているかなというふうに思っております。 XRP ではですね、上げたのはね一緒に上げたんですけれども、下げてはそこらほど来ていないということで、まだね下目線が強いという感じではないですね。で、上げるんであればやはりですね、ここの移動平均線各種溜まっている 24.5 セントラインですね、このあたりの付近までね、まあ上昇はしてくるんじゃないかなと思います。 XRP に関してはここからが勝負ですね。しっかりここの 24.5 セント付近のラインをですね超えれるかどうか、ここを超えたら相当ね上が開けてきますので、直近のところ、まあここでね上昇してくるのであれば 24.5 セント付近をですね抜けるかどうかが、まあ直近の鍵になるかなというふうに思っております。一方でね、ここまで上げてくるとは思うんですよ。今からね24セント付近まで上げてくるとは思うんですけれども、そこから反発されて下に下がっていくっていうか、展開も全然考えられるわけですね。で、以前の動画でも言いましたけども、 XRP に関してはですねここのサンゴ持ち合いが非常に強力にね意識されている状況です。かなりね、大きな目線でサンゴ持ち合い作っておりますので、まあその分ね、ここのラインを抜かれちゃうときついわけですよね。いろいろ意識されるラインはあるにしろ、これほど意識されて、まあ上昇トレンドラインですね、コロナショック以降ですね、ずっとこのラインを守ってきつつある、XRP なんですけども、ここを割られてしまうとかなりね、状況厳しくなってきます。しかもこの据える前にですね、そういった暴落が押し切ると、あまりやっぱりね、良くない状況で据えるを迎えてくるということになってしまいますので、しっかりね、今の価格から上昇目線でいけばいいと思うんですけれども、ただ一方でね、下げてきたときに、ここのラインを割られてしまった場合は相当ね危険が差し迫ってくると思いますので、そこはですねしっかり損切りするなり意識していただければというふうに思います。はい、ということで今日はですね相場分析ここまでにしたいと思います。で、ちょっとねしばらく動画はですねなるべくこう短時間で終われるように努力していきたいなと思っています。で、動画の中でですねお伝えしきれなかったことに関しては LINE アットの方でですね追加で、お話しさせていただこうかと思っております。昨日もですね LINE アットでちょっとねコラムというか、直近のまあ株式市場だったりね、そのあたりのニュースをですね一部、お送りさせていただいたんですけれども、まあそういったまあ株式市場だったりとかの世界経済ですね、そういったところとか、トレードにおけるメンタルの部分だったりとか、僕が、どうやって副業で稼いでいるかとか、まあトレードで負け続けていたトレーダーから勝ちトレーダーに変わっていけたポイントだったりとか、そういったところをですねコラムのように配信したりしていますので、ぜひね LINE アットの方にも登録いただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで今日はですねここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。